ヤマニン・キングリーは日本の競争は主な勝ち倉は2008年中日新聞杯、2009年札幌記念、2011年シリウス・ステークス。場名の意味は冠名のヤマニンと英語で王位を持つを意味するキングリーである。半姉に重賞2賞を挙げたヤマニン・メルベイユがいる。2007年9月2日札幌の新馬戦で初勝利。 3歳春は、爪の不安に悩まされ、前哨戦を、大崩れすることなく走るもクラシックには、あと一歩のところで出走できなかった。秋は、菊花賞を吸着後、小馬を相手にアンドロメダステークス、中日新聞杯を連勝。小馬になり、迎えた2009年夏の札幌記念では、その年の頻馬クラシックにカンバブエナビースターを下して、優勝した。 2010年にはシンガポールへ遠征し、シンガポール航空インターナショナルカップに出走している。2011年からは、ダートに活躍の場を移し、初ダートのシリウスステークスを優勝。父アグネスデジタルと同じく芝、ダート双方での重賞ウィナーとなった。2013年に登録を抹消されて、地方競馬へ転出。川崎の山崎博美級者移籍し、 翌2014年の東海菊花賞を最後に引退した。競争馬引退後は当初千葉県の乗馬クラブで乗用馬をしていた。2015年11月よりホーストラスト北海道に移動した。父については同馬の子を参照のこと。祖母、ティファニー・イラスは1986年のエクリプス賞最優秀三歳品馬。重視に2003年度。 JRA 賞最優秀2歳牝馬山人シクルがいる。ありがとうございます。